ビブロンマルスッポンは、スッポンかマルスッポン属に分類されるカメ。別名花ルスッポン。インドネシア、パプアニューギニア最大高長102センチメートル。廃坑全部と外縁に、無数の棘状の突起がある。廃坑の色彩は、緑褐色や褐色で、黄緑色や高褐色の複雑な反紋が入る。大型河川に生息する。寄水域で発見された例もある。 生態の天敵は唯一イリエワニのみである。食性は動物食傾向の強い雑食で、飼育下では貝類、甲殻類、巨類等を食べた例がある。水底の砂の中東に潜り、通りかかった獲物を頸部を伸ばして噛みついて捕食する。繁殖形態は卵生。6から8月に河川の土手などに1回に20から45個の卵を産む。 生息地では卵も含めて食用とされる。開発による生息地の破壊、食用の乱獲等により生息数は減少している。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。流通は稀。大型種のため、大型のケージが用意できない限り一般家庭での飼育には向かない。アクアリウムで飼育される。潜れるように、 細かい砂を底砂として最低でも、高高ほどの深さで敷く。大型種の上に顎の力が強くくちばしも鋭いため噛まれるとひどい、怪我を負うこともあるため、扱いには注意が必要。ありがとうございます。